はい、そろそろ太陽も山に沈み、薄暗くなってきました。上がるうちにガソリンを入れておきます。こぼさないように慎重に入れます。そしてキャップをしっかり締めます。まあ L32 ならと違ってこれはゴムがついてますので、レンチで締める必要はありません。さあこれはもう外部ポンプはいりません。タンクにポンプがついてます。まず。クローズっていう風に、時計回りに矢印がついてます。それの反時計回りにまず緩めます。そしてこの親指で真ん中の穴を押さえながらポンピングします。このポンプは L327 や QL327 のこのポンプ、外部ポンプに比べると非常に径が小さくて、短いんですよね。ですから、これよりも多めにポンピング普通はするんですけども、まあ、一応、これも50回程度ポンピングします。だいぶ日も暮れてきましたので、L427 も点火します。暗くなる前に点火をしておきます。気温が低いですからね、できる限り長めにプレヒートは行ってください。まあこれが夏ですとね、まあ20秒から30秒ぐらいで十分かと思うんですけども、まあ今おそらく0度以下まで下がってますので、また多少風もありますので、完全に冷え切ってますので、十分にプレヒートを行ってください。そろそろいいのかなと思った頃にバルブを一瞬だけ開けます。そうすると十分にプレヒートにされて、今このように赤い炎も出ずに、きれいにスムーズに点火ができます。そしてバルブを完全に開いて。はい、もうすっかり夜も更けてまいりました。そろそろお別れの時間です。こうやってオールドコールマンの明かりで飲むお酒もなかなかおつなもんですよ。それでは皆さん、おやすみなさい。